きなり押し倒されてキスされたり突然泣きついてきたり優しいのかと思ったら上から目線で冷たくしてくるしメイのやってることはめちゃくちゃだよでもメイも私のことそんな風に思ってるんじゃないクリスマスの日も私メイにすごくドキドキしてて嬉しかったんだけどメイの気持ちを聞いてなかったから受け入れられなかったんだお父さんが帰ってきた夜も後悔してめちゃくちゃへこんで悩んでも解決しなかったもうあんな思いは繰り返したくない私はメイが好きですこの気持ちは絶対にメイを裏切らないだからメイも私と同じ気持ちだったらキスしてください。ありがとう。でも